ジュリオ・アンドレオッティは、イタリアの政治家。首相、外相、国防相、内相、金融相、国庫相、通商産業工業相、公営企業相、文化財、文化活動相、上院議員、下院議員を歴任したが、同時に、マフィアや CIA との公然の関係で知られ、1990年代前半に、その座を追われた。ラツヨ州ローマで生まれ、 ローマ大学で法律を学んだ。卒業後の第二次世界大戦後に、キリスト教民主主義に入党し、1946年に、会員議員に当選した。会員議員当選の翌年の1947年に、アルチーデデガスペリ内閣の首相府の副長官となって、以来、冷戦下における、イタリア最大の反共保守政党である、キリスト教民主主義の実力者として、当格を表し、 1954年1月には、アミントレ・ファン・ファーに内閣の内相として初入閣し、以降外省や国防省などの要職を兼任した。1978年のサミット時さらに、1972年2月から1973年7月、 1976年7月から1979年8月と1988年7月から1992年4月の3回、合計7期にわたり首相を務めた。3回目の首相在任中の1991年6月にイタリア国家への貢献が認められて、終身上院議員の地位を得る。なお、 アンドレオッティの入閣及び首相在任中は、キリスト教民主主義の他のメンバー同様一貫して、親に主側諸国、反、東側諸国の姿勢を貫き、特に NATO を通じて、同盟関係にあり、貿易面でも、イタリアと関係が深かったアメリカと、良好な関係を保っていたと言われている。首相就任前のみならず首相在任当時も、国内外においてアンドレオッティとマフィアをはじめとする。 犯罪組織との親密な関係が、半ば、公然たる事実として扱われていた。マフィアの構成員は、アンドレ・オッティのことを、親しげに、ジュリオおじさんというニックネームで呼んでいたと言われる。実際に、シチリアマフィアのドーンのサルバトーレ・リーナと抱擁し、キスをしているところを目撃されている。首相在任当時から、イタリアの現代史に残る、数々のマフィア絡みの犯罪や、 暗殺事件への関与が疑われ、殺人罪で有罪判決を受けたこともあるものの、不可解な理由で、その判決が覆されたこともあり実刑判決を受けることはなかった。アンドレオッティとジェッリ極右のイタリア政財界人及び、軍人を中心とした秘密結社であるロッジ p ニとの関係が深く、ロッジ p ニの代表で、マフィアや極右政党、 アルゼンチンのファンペロン大統領などの南アメリカの軍事独裁政権、さらにアメリカの中央情報局との関係が深く、1980年のボローニャ駅爆破テロ事件やグラディオ作戦との関係も指摘されている。またカルビ暗殺事件の主犯格であるリーチオジッリと深い関係を保っていた。さらにバチカン銀行の主な取引業であるものの、 マフィアのマネーロンダリングに関わった挙句、10億から15億 US ドルに上ると言われる、使都不明金を抱え1982年に破綻したアンブロシアーの銀行頭取で構成員のロベルト、カルビア、ミケーレ振動ナとの関係が深かったと言われており、実際に1973年には振動ナをリラの守護神として表彰している。このことから、 ボローニャ駅爆破テロなどで指名手配されたジェッリの逃亡法上やアンブロシアーの銀行の破綻、さらにカルビの暗殺事件にも大きく関わっていたことが各種報道や裁判で明らかになっている。さらに、バチカン銀行総裁のポール・マルチンクス大司教やジェッリ、カルビが関与していたと噂されるヨハネ・パウロ一世教皇の暗殺にも関与していたとも言われている。 1980年代後半から1990年代初期の冷戦終結によって反共産主義であることでアメリカや CIA などから守られてきた南米のアルゼンチンやチリ、パラグアイなどの軍事独裁政権やパナマや大韓民国などのマフィアや暴力装置という着した独裁政権は終わりを告げたがイタリアも例外ではなかった。アンドレオッティアその側近の相次ぐ マフィアなどの暴力装置との関係や汚職が証明されたことを受けて、アンドレオッティは冷戦終結直後の1992年4月に首相の座を追われた。さらにアンドレオッティが長年事実上の最高権力者として君臨したキリスト教民主主義は1994年に回答に追い込まれた。次期首相はイタリア社会党のジュリアーノ・アーマートとった。 裁判首相の座を追われたアンド・レオッティは、その後も終身上院議員として、無所属で国政での活動を続けたものの、首相退任直後には、退任の原因となった複数のマフィア絡みの犯罪について起訴されることとなった。ファルコーネ判事暗殺事件、ファルコーネ判事首相退任の翌年の1993年5月には、 造詣とマフィアとの癒着の容疑で検察より捜査通告が出され、かねてから親密な関係が噂されていたシチリアマフィアのドンであるサルバトーレリーナなどとの親密な関係が暴露された。なお、実際にアンドレオッティが首相を退任した翌年の1993年には造詣とマフィアとの癒着の容疑で検察よりアンドレオッティに捜査通告が出され、 リーナとの親密な関係が暴露された。なお、リーナの裁判の過程において、アンドレオッティは、リーナが指名手配を受け逃亡中にもかかわらず、数回にわたり密会していたことが明らかになっている。このことからアンドレオッティは、リーナをはじめとするマフィアと正解の癒着を解明しようと捜査を行っていたジョバンニ・ニファルコーネ裁判官が、 1992年5月23日にリーナによってパレルモの高速道路に仕掛けられた爆弾で暗殺された事件の黒幕と目されている。しかし2003年5月に控訴審はアンドレオッティに対してマフィアとの関係は確認されたものの事項が成立しているとの不可解な理由で無罪を言い渡した。会心者らの話によるとリーナは アンドレオッティの暗殺を命じたことがあるという。しかし、その頃に、リーナが捕まり権力が、ベルナルド・プロベンツァーノに移り実行されなかったという。モーロ元首相誘拐事件モーロと、アンドレオッティさらに、1978年に起きた、アルドモーロ元首相誘拐事件へのアンドレオッティの関与を暴こうとした、雑誌編集者で、ロッジ P2 のメンバーでもあるミーノ・ペコレッリの殺害を、 マフィアに依頼したとして、アンドレオッティの事件への関与を多数の元マフィアが証言したため、2002年11月に殺人罪で懲役24年の有罪判決を受けた。しかし翌年の10月には証拠不十分として不可解な逆転無罪の判決が出た。なおこの誘拐事件においては、ローマ教皇を含めたイタリア正会上総部と誘拐犯である。 赤い旅団との間で数度にわたる交渉が行われたものの、モーロと当時対立関係にあったアンドレオッティ率いる当時の内閣は赤い旅団の逮捕者の釈放要求を拒否したため、結果的にモーロは殺害された。さらに、モーロが当時イタリア共産党の連立政権への復活を画策していたことから、モーロが解放されることにより、当時、 貴族階級出身のエンリコ・ベルリンゲル書記長の主導によりユーロコミュニズムを掲げた共産党勢力がイタリアにおいてさらに勢いをつけることを嫌った CIA がアンドレオッティにモールを解放させぬように圧力をかけた疑いも取り沙汰された上記のマフィア絡みの複数の裁判における無罪を辛くも勝ち取ったアンドレオッティはその強大な影響力と政治力こそ 完全に失ったものの、その後も終身国会議員として細々と活動を続けた。2009年には90歳となり、前年の2008年11月2日には、テレビの生放送のインタビューを受けている最中に、突然硬直状態に陥るなど、健康不安がささやかれるようにもなった。しかし、裁判年も、コリエーレデラセラガミへの定期連載を続けたほか、 テレビや雑誌などのインタビューに答えるなど活動を続けた。2013年5月6日、ローマの自宅で死去した。94歳没。アメリカのリチャード・ニクソン大統領とフランク・シナトラと共に第二次世界大戦直後より長く1990年代に至るまでイタリア政界の実力者として君臨しており、その権力の影響は政界のみならず、財界、放送界。 カトリック教会、果ては、労働組合からマフィアまで幅広く及んでいた。あまりにも長くにわたって、実力者の地位を占めたことから、国内外で、イタリア政界の硬直化の象徴という見方をされることも多かった。また、自らの経験をもとにした、権力は、それを持たないものを消耗させるという発言がある。1 9九十年代初頭の冷戦崩壊後に、 アメリカ合衆国やキリスト教会の支援のもとに生きながらえていた世界各国の反共保守政権がその存在意義を失い崩壊していく中で自らの利権と反共保守体制を守るためにマフィアとの関係を続けていたアンドレオッティもその実態を暴かれ没落することとなったその後数々の裁判で有罪判決を受けたものの自らの影響力を巧みに使い 実刑判決を受けることなく、就寝上院議員として、活動を続けていたことから、イタリアでは、魔王、ジュリオとも称されていた。イタリアマフィア、シルビオ・ピエロ・サンティチョ・チクマ新書2007年、法王暗殺、デイビッド・ヤロップチョ文芸春秋1985年、イタリア元首相、アンドレオッティ氏が、死去読売新聞2013年5月6日。ありがとうございます。